皆さんこんにちは、デアさんです。今回はうつ病の当事者が考える、してほしい対応、嫌な対応についてのお話をしていきたいと思います。うつ病症の気持ちってやっぱ経験したことがないとちょっとわからないと思うんですよね。ですけど、支えてあげたいっていう人だったりとか、うつ病の人と接する機会が多い人っていうのは多いと思います。うつ病の人どういうふうに接したらいいのかとか、どういうふうに関わっていけばいいのか、円滑にコミュニケーションを取るためにはじゃあどうしたらいいのかっていうことについての話をしていきたいと思っています。ただね、お前誰だよって思われると思いますので、簡単に自己紹介もさせてください。Twitter でうつ病の気持ちだったりとか、うつ病の治し方みたいなツイートをしてまして、フォロワーで1万人ぐらいいます。そして、ここならでうつ病の恋愛相談っていうものもしてまして、大体150件ぐらい買われています。そしてレビュー星5なので、決してね、怪しいものではございません。最近金髪に染めたんで、ちょっとチャラそうに見えるかもしれないですけれども、僕の趣味は、Twitter とアニメとゲームです。はい、なんで、全然ね、陽キャじゃないので、その点ご安心いただければと思います。まずうつ病の人のこの心境というか、どういう状態なのかっていうところをお話をして、こういう対応してほしくないなっていうところも紹介します。そしてその上で、じゃあこういう対応してくれたらマジ嬉しいな、超嬉しい、いや最高だよねってやつを言います。言わせてください、見てください。ありがとうございます。はい、というわけでね、早速、一つずつね話していきたいなと思います。まずね、うつ病の当事者としての心境っていうか、状態についてのね話をしていければなと思うんですが、前提としてなんですけど、人の苦しみをこう比べるのってちょっとどうなのかなって僕は思うんですよね。ナンセンスっていうか、それで優劣とかねつけられるものではないとは思うんですけど、ただうつ病になった人とやっぱなってない人の差って僕はかなり大きいんじゃないかなって思っています。見てる方も、いや俺も苦しい経験してるよと、じゃ俺も辛い経験してるよ、確かにある、全員ね、この現代社会で人間が生きていれば絶対あると思うんですよ。だけどっていう話をちょっとさせてください。理由として、なんでうつ病の人が経験したことない人よりも苦しいかっていう点を一つ挙げると、日常生活に支障が出るっていうか、今まで当たり前にできていたことが当たり前にできなくなってしまうっていう点が僕は挙げられるんじゃないかなと思ってます。きっと優秀なスタッフさんがここら辺に、箇条書きでねきっとやってくれていると僕は信じているんですけれども、はい。冗談はさておき、主にうつ病のこう辛いことっていうのをまとめると、僕の場合ですけど歩けなくなったりとか、動けなくなったり眠れなくなったりっていうようなことが起きたんですよね。僕の場合は手足が震えて、今だったらこう立ってるじゃないですか、2本足で。ただなんですけど、うつ病になった時これができなかったんですよ。二足直立歩行っていうのが高等技術すぎて、自分の体を支えることができなくて、このまままっすぐ歩くなんてそんな難しいことができなかったんですよね。でも人間って生きてるから、どうしてもトイレに行かないといけないじゃないですか。だからハイハイでこう移動したりだとか、人間生きてたらね、お腹減ると思うんですけど、全然お腹減らないとかね、全然飲み物も全然いつから水飲んでないかなみたいな、そんなことがあったんですよね。なんかあと働いてなくて一日ずっと暇な時間があるにもかかわらず、4時間しか眠れない日々っていうのがずっと続いたんですよね。ベッドに入ってふかふかのベッドの上にずっとこうやって横になってるんですけど、あくびが出そうになっちゃった。横になってるんですけど、それでもなんか眠ることができなかったりとか、うつ病の人で睡眠障害も同時にね発症していることが多いので、はい、っていうことも考えると、やっぱ日常生活にかなりね大きな支障が出ているんですよね。あとこの状態ってずっと続くんですよね。なんかその 2,3 日休んだだけじゃ全然回復しなくて、数ヶ月休んだぐらいでも全然回復しなくて、僕なんて7年やっと7年経ってこうやって元気に話せるようになったりとか、金髪に染められるようになったりとか、週 3,4 ぐらいでフリーターでアルバイトできるようになったりとかっていう風になってきたんですよね。はい、ということを考えると、かなり時間的な問題も抱えてしまうんですよ。22歳で僕が発症して29歳になったんですけど、この7年間のうつ病でほぼ半分ぐらい、もう本当に半分ぐらい出てました。はい、ということを考えると結構
なんか衝撃っていうか、まあ、皆さんにこう分かりやすい例で言うと、まあ、iPhone とかスマホあるじゃないですか。今最新のやつがなんか13ですよね、 iPhone。 新しい iPhone13 だと思うんですけど、うつ病になった瞬間になんか 5S ぐらいまで落ちたような感覚、スペックが急に落ちるような感覚があるんですよね。まあ何が言いたいかっていうと、うつ病の人は特殊な苦しい経験をしてるんだっていう認識だけ分かっていただけたら嬉しいです。その上でうつ病の人が嫌だと感じる対応、大きく分けて3つあります。1つ目、分かっていないんじゃないかっていう対応されたりとか、まあ、あの言葉を投げかけられるのは苦しいです。2つ目、否定されることですね。3つ目、強制されることですね。この3つはマジで嫌な対応ランキングベスト3に入るんじゃないかなと思ってます。はい。で、まあ、この3つちょっとね、紹介していきたいと思います。かなり尺が長くなっちゃってるんで、編集の人に怒られるかなと思うんですけど、気にしません。ごめん。1つ目、分かっていない系ですね。上辺だけの同情していたりとか、まあ、応援されたりとか、理解したふりみたいな感じですね。まあ、自分が要は特殊な経験をしているのに対して、わかるよ、まあ、そうだよね、苦しいよねみたいなこと言われるパターンって結構あると思うんですけど、いや、わからんでしょって、いや、お前うつ病になったことないから俺の苦しみなんてわからんでしょってやっぱ思うんですよ。理解してくれようとすることは嬉しいんですけど、ただなんか理解してるふりっていうんですかね、こう理解してるよ俺はっていう雰囲気出されると、いやいや違うっしょってやっぱ思っちゃうんですよね。あとよくあるのがお気遣い系ですよね。なんか私にできることがあれば何でも言ってくださいみたいなことですよね。いや、ないんですよ。ないんですよね。はい。心配してくれるのは嬉しいんですけど、嬉しいんですけどね、自分本当ダメなやつだなっていう風に逆に追い込まれちゃったりとかもするので、はい、なんかそこまではちょっとしてほしくないかなと思います。2つ目、否定されることですね。はい。まあ、意見否定されることもそうですし、まあ、他の人と比べられること、難しく考えすぎじゃないみたいな、なんでそんな深刻に考えてるのとか、いや気のせいだよみたいなことあると思うんですけど、いや気のせいじゃねえんだよってだとしたらだよ、夢なら覚めてくれって感じなんですよね。特殊な苦しい経験をしているので、やっぱどうしても他の人と比べられたくもないし、あとその一般常識で語られたくないんですよね。っていうことから考えると、全然あこいつ理解してねえな俺のことみたいなって感じになって、やっぱ苦しくなるんですよね。うん。で、あとやっぱ否定されるってことは、多分その人ってやっぱ言葉結構語彙強めっていうか、その圧的なやつも苦しいんですよ。まあ、これ普通の人も多分否定されるの嫌だと思うんですけど、なおさらね、言われるんじゃない、甘えなんじゃねえかとか、そんなんじゃないしみたいな、シンプルに動けないっすみたいなところがあるので、そこもちょっとね、はい、できればやめていただきたいかなと思います。3つ目にね、強制されることですね。僕の場合ですと、起きろみたいなとかもありましたし、取るけみたいな、まあ、あと筋トレしろとか、散歩しろとか、動けみたいな、結構行動を強制されることって結構本当に嫌で、はい、自分もその動きたかったら動いてるし、動けない状態、例えば僕だったら手足が震えてこうガクガク震えちゃう状態の時に、やっぱどうすることもできないんですよね。横になることしかできないのに、その時に起きろって言われてもこう動かないんですよ、体が。あと動かそうと思っても全然こういう感じになるんですよ。なのにこう言葉で圧迫されたら、でも何とかして動かないといけないって思うから、もう全然休まらなくなるんですよね。はい。そう考えると全然治るものも治らなくなってしまいますし、どんどん症状って悪化していくばかりで、やっぱりどんどんね、体を傷つけてしまうっていうか、もうどんどん心を閉ざしてしまうっていうか、っていうところがあります。なので、まあ、強制されること、まあ、そこまで頭回らないし、もう体も動かないので、できればそういうこともね、やめていただきたいと思ってます。っていうことを踏まえた上で、うつ病の人はこういう風にしてほしい。っていうことについても話していきます。まあ、つまりですよ、まあ、簡潔にまとめると、うつ病の感覚を経験していないことはもうしょうがないんです。なので下手に気を使われないってほしいんですよね。そして、まあ、申し訳ないってこっちが感じたくもないんですよね。はい、ちょっとめんどくさいかもしれないですけど、ですので結論としては、配慮はしてもらいながらも普通に接してほしいなって思ってます。そっとしてほしいとか、まあ、一人にしてほしいとか、まあ、干渉はしないでほしいとか、適度な距離感を保ってほしいっていうような、まあ、そういう感じなんですよね。具体例で言うと、まあ、話しかけるときも人によるかもしれないんですけど、下手に
つ病なんだね、大丈夫、苦しくない、俺なんか手伝うことないとかって言われちゃうと結構苦しくなっちゃうんで、うん、つ病なんだよねって言ったら、そっかって、まあそういう時もあるよねじゃないですけど、まあこれの距離感はね結構難しいんで、正直正解はないんですけど、まあ、過度にね心配しないでほしいので、こっちから何とかするよとか何してあげようかっていうよりかは、できるだけ通病の人にやらせてあげて、その上でできなさそうだったりとか不安っていうか、なんか難しそうだなって時にこうそっと支えてあげる、足が不自由な、まあ、おじいちゃんみたいなことをイメージしてほしいんですけど、できるだけ、まあ、自分で移動したいんだけれども、この段差は絶対無理っしょみたいな時ってあると思うんですよ。そういう時にそっとこう手を差し伸ばしてあげる、見守ってあげる、この距離感ができればベストです。まあ、なので、配慮はしてもらいながら普通に接してほしいっていうことなんで、特にさっき嫌なところで説明した、まあ、特にめちゃくちゃ気使ったりとか、めちゃくちゃなんか心配したりとか、で、かといって強制もしないし否定もしないっていう、まあ受け入れるって感じなんですね。これは結構当事者の人もあるあるかなと思うんですけど、うつ病だよって言った時にやっぱ対応がめちゃくちゃ変わっちゃうと言わなきゃよかったなって思うし、うつ病だよって言っても今までと対応変わんなかったら、ああ言ってよかったなって思うし、対応もできるだけ変えてあげない方がいいと思います。いかがでしたでしょうか。これね、うつ病の人からしてほしい対応っていうテーマで今回で話をしていったんですけれども、うつ病の人の気持ちっていうのを全て知ることって僕は不可能なんじゃないかなって思ってます。これってうつ病の当事者同士でも無理だと思います。はい、あの A さん、B さん、C さんそれぞれが違ったうつ病の経験、違った発症の要因とか環境があると思うので、全てを理解しようと思っても難しいと思います。で、苦しみっていうのも人それぞれ違います。だから分かんないからこそ深く立ち入らないというか、深く追求しないっていうか、この距離感っていうのを僕が守ってくれる人って本当にね居心地がいいんですよね。うん、すごい仲良くなれるっていうか、無駄にこう傷口に入り込んでこないっていうか、そういうところがすごい大事っていうか、うん、ところだと思います。ちょっと若干ねアバウトな内容になってしまいましたけど、はい、この動画をね見ていただいて、少なくとも、まあ、嫌な対応についてはかなり詳細をね話したと思います。はい、ですのでうつ病の人の気持ちだったりとか心境を知ってね、こういう対応はしちゃまずいんだとか、こういう対応ならいいんだっていうね、ちょっと基準にしていただけたら本当に嬉しいです。ちょっと長くなっちゃいましたけど、ご視聴いただきましてありがとうございました。じゃあねー、バイバーイ。